2024年冬クソアニメオブザシーズンについて個人的に語ろうと思います。まあ、結論から言うと、今期2024年冬アニメ最低は、妖術3期ですね。うん。もう妖術3期については別の動画で語ったから、もう今更語んないけど、もう男性向け、女性向けとか、そういう次元じゃないレベルで低品質だし、なんか制作会社がもうやる気なさそうなの伝わってくるし、まあ、ストレートにもったいねえなと思います。うん。原作ファンを本当に満足させられてるのかっていう疑問もありますからね。うん。まあ、その点で、まあ、今期の最低は、もう、妖術3期ということにさせていただきます。まあ、こっから、比類する作品ですかね。まず、スナックバスエは、なんか、ノーコメントで。3話で切りましたから、あれは。まあ、他、ちょっとなんか、不安っていうか、まあ、思いつく作品というと、モフナで、ブッチ、あとは、佐々木とピーちゃん、月刊妄想科学、逃走中かなと思うんだよね。うん。まあ、一つ一つ分解していくけど、まあ、モフナではすでに語ってるけど、俺はあのアニメに関する評価は高いです。週末トレインどこへ行くも、楽しみにしてます。うん。ブッチに関しては、あれはもう賛否両論でしょうよ。内海弘子監督のための作品だし。まあ、ブッチに関しては別の機会で語ります。まあ、アラちゃんは気持ち悪いと思うけどね、正直。まあ、ここからが本番で、まあ、この動画は、ササピーと妄想科学について語りたくて作った動画なので、そういう話でいきます。まず、ササピーに関して言うと、評価不能で、いや、俺がシルバーリンクに対して甘っちょろいのもあるんだけど、いや、それにしたって、ササピー一期の会話劇面白くなさすぎだろうと思うんだよ。音響も悪いのかもしんないけど、なんか棒立ちでやらせまくってるって感じもするし、ラグナクリムゾン、夜桜さんち、アノス様にリソース割きまくってんなって感じはするんだよ。まあ、ラグナと太陽とアノス様の方が大事ってのはわからんでもないけどさ。ただ、俺ね、ササピーに関してはね、最初から分割に来るにしとくべきだったと思います。だって、お隣さん人気だったじゃん。でも、この構図だと、ワンクールでお隣さんが本格的に、まあ、佐々木おじさんと関わって、まあ、非日常でも保護下に入るっていう展開が、まあ、2期から本番なんだよね。うん。なので、お隣さんがいいキャラしてても、本当に出番がなくて、まあ、ぶっちゃけお姫様はつまんないから、ササピーのヒロインの中でも一番。まあ、そいつのメインの話やられまくっても、まあ、残念だなっていうのが正直なところでしょう。ただ、ササピーに関しては、2期から持ち返す可能性は十分あると思うんだよね。まあ、個人的には日本サイドのわちゃわちゃ感が大好きっていうのもあるんだけど、ササピーに関しては、なんか年齢層が幅広い中で、まあ、変な女たちが、ま、ごったにやってるのが面白いから、まあ、2期での逆襲に期待してます。次は、月刊妄想科学ですね。まあ、個人的には、今期で一番見るの苦痛だったアニメなんですけど、なぜ気に入らないのかって、このアニメ、作画が割と良いんですよ。で、制作が OLM さんの吉岡さんチームなんですよ。いや、なんでだよ。ラスタメあんだけ手抜きしててさ、こんなオリジナルアニメに本気出すのかよ。いやさ、レベル99のユミエラさんとか、ループ7回やってるリーシェとか、もう下界のエリーゼさんとか、まあ、今期は悪役令嬢めっちゃ人気あるから、まあ、ティアムーンだって、まあ、悪くなかったし、そのラスために、あんな、ナロを見下すような、まあ、クソ作画押し付けといて、まあ、こんなオリジナルアニメ、いや、こんなっていうのも失礼だけど、こんな空気アニメのために、作画リソース湧くのかっていう。俺はボンズさんのメタリックルージュはそんなに嫌いじゃないんだけど、それはボンズさんが、ヒロアカや魔法アクをちゃんと作ってくれるからなんですよ。ナロを捨てて他の作品にやるっていうのは、ちょっとなんか、それはそれで失礼だよねって。まあ、その辺はまあ、シルバーリンクやプロジェクトナンバーナイクにもあんま評価は、まあ、擁護はできないところなんだけど、妄想科学に関しては、本当に、ラスための恨みがある。もう本当それだけで終わってるよ。うん。とはいえだよ。これイケメン動物園系だから、まあ、そういう女性向け展開叩くための殴り棒にはしたくないなと思う。俺からすれば、まあ、女性向け展開でもこれつまんないやつでしょ。こんな話題になんない作品だし。もうちょっとナローを信じてみてくださいよ。そして最後、逃走中グレートミッション。はぁ。待て。これ、5クール目続くの？頼むぜ、東映ども。
ということで、逃走中に関しては俺なんでこれ見てんのかわかんねえレベルなんだけど、なんか本家逃走中もやらかしてるみたいだし、これ見てる人は仮面ライダーギーツやガッチャードが嫌いな人だけだしよ。なんかワンクールごとでたるいし、それしか知らない、できない、わからないって感じだし。ただ多分これドラゴンボールダイマー、まあ、鳥山明先生の遺作だけど、その前段階の枠埋めアニメなのかなと思う、うん、まあそれこそドラゴンボールセレクションでも流した方がマシな気もしますけどね。とりあえず俺から言えることは、夏はサンドランドをワンクール放送した方がマシじゃないかな。いや、サンドランドはもっとしてほしいから。あれ、まあこんなところですかね。やっぱトータルバランスでいくと妖術3期が一番やばいと思ってて、だって妄想やブッチはまあ確かにきついとは思うんだけど、それはあれ女性向け展開だから、それじゃったらもっとさ、見やすい女性漫画でも、いや見ようよ、少女漫画系とかさ、うん。ササピーに関してはまあ2期から本番だと思うので、まあ2期で待ちます。妖術はもう無理でしょ。2年生編やるんだったら、まあいろいろと見直すことを祈ります。はい。まあこんなことは言ってるけど、まあ今期のアニメは割と打率高えなっていうのが正直なところで、特にナローはかなり良作佳作が多かったから、本当に恵まれる年だったと思います。春はどうなっちゃうんだろうね、うん。まあ自分としてはこう無理しないように気をつけたいと思います。